たさん多分ですね、あれなんですよね、メディアっていうのは、やっぱあの、すごい影響力ありますよね多分。多分今のメディアの報道であるならば、間違いなく、一般的にはガーシー悪者ですよね、多分今のメディアを見ればね、見るほどガーシー悪者、さらに、まあね、あのー、なんだ、逮捕状みたいなのも出てるわけですから。で、メディアがこう煽りやすいというかね、逮捕状も出てるし。<laughs> だけど、じゃあ、ガーシーが言っ,言ったその事実なのか、嘘なのか、それは僕はわかりませんけども、でもそのことに対しての、それはどうなのかっていうところは隠れてたりしたりね。だから、だからそこがガーシーのファンの、ガーシーを支えてるファンの人たちなんじゃないですかね。ね、イオンは、メディアっていうのは都合のいい情報というか、あの、 発信ししやすいいい情報しか流さないっていうねまあそうですよね。例えばまあスポンサーがいるのにスポンサーとは違った放送しづらいですよね。テレビなんかは特にスポンサーがいてそのスポンサーから金が出てんだから <laughs> スポンサーじゃないだからよくねあのラベルとか貼ったりとかしますよね。そのスポンサーが例えばキリンだったらキリンじゃないビールがそこに置いてあるんだったらそれは隠したりとかね。うん、ペットボトボルもあの ラベルないとかねねよよくありますよ、ね、だからコカ・コーラがスポンサーなのになんかあの違うメーカーさんのはだ出せないですよねテレビで <laughs> まあよくある話なんだけどもだからまあやっぱねあのどっちが正しいのかっていうよりかは自分でメディア作った方がまあいいんじゃないですかね <laughs> うんどっちが正しいのかどのコーナーっていうよりかはあの メディアを今、このご時代は自分で発信してメディアを作った方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。で、まあ、ね、久保さんも言う通り、あの、ね、多少でも影響力は出ますので、久保さんも YouTube で話してるだけで飯食ってますし、僕自身も YouTube でめあの話してるだけで飯食ってる部分はありますから、昔はね、やっぱ文章でこう売り上げ作るみたいなのやってたんですけど、今はもうほぼ、ほぼ9割トークですね。ほぼ9割トークですね。<laughs> まあこ話してるあれでね、うん、だから、要は僕が話していることに何か影響があるってことですね。影響が全くないんだったら商品売れないし、リスト登録もないし。うん、そうだから今はね、メディアを持ってるか持ってないかっていうのはすごい大事かなと思いますね。いってらっしゃい。